みんな大好きドスケベバーで詐欺とな。日本へ行けば月に17万ペソがもらえると。3月からはアラートレベル1でしょうか。フィリピン最後の漫画とは。ジェジェジェ、アイナコエドワです。今日もね、曇っちょりますね。相変わらずですね。昨日はね、かなりの大雨になっちょりましたからね。皆さん、フィリピンしてますか？まあ今日もね、曇っておりまして、全然暑くなかばってん荒川ですね。まあこういう天気嫌じゃないね。さて今何度かなと、28.7度、涼しめ。ほんで湿度が 63% ですね。これまた雨が降るでしょう。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコボリのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のAdニュース。さて皆さん、昨日はね、この世界には2種類の人間しかいないという奇想天外なお話オーバーしましたわね。まあまずはドスケベな人間と、そしてもう一つはと申しまするとむっつりドスケベな人間でごわすわね。いずれも様におかれましてはどちらに該当しますか。まあ僕なんかはね、想像力豊かな皆さんにお任せいたす所存にございまするけんどもね。そう、この2種類の人間がこの世界すらをも回しておると、そう言っても過言ではなかばってん荒川なご時世でございましょう。ほいでもってね、フィリピンは外国人観光客の受け入れを2月10日から始めておりますさかいに、男のユートピアドスケベバーもバッコンバッコンと勢い勇んで再開をしとるんでありんすが、昨日はこのドスケベバーで働くジャパニーズがお縄を頂戴いたしやしたよというドスケベ冥利に尽きるありがたきお話オバしましたね。ほいでもってまたまたまた日本にまつわるドスケベバー関連のニュースがございますよ。南々様におかれましてはドスケベバー関連の話聞きたかでござりますか。え、もう我慢できないとな。さすれば知らざいってギガゼヤショーからドスケベラ諸君、こちらへチコ寄りなせ。にゃにゃにゃんと事件は僕が住みますケソンシティで起こったようでやんすね。QC にありますね、とあるドスケベバーが舞台のお話でやんす。今回はこのドスケベバーの名前は残念ながら明かされてはおりませんでしたね。ほいでもってここのドスケベバーで働く者がおりやしてね、まあ名をアグネス・パカニョと申すようなんでやんすがね、このアグネス・パカニョがこのドスケベバーをやっちょりやんしたが、なまらお客さんが来んと、来る日も来る日もカンコドリが鳴いておるような始末。パカニョはね、思いました。これでは我がドスケベバーが潰れてしまう。ああ、どこへ行ってしまったのだドスケベ諸君。君がいて僕がいるはずなのに、君がいなくて僕だけがいる。ああ、恨めしやパンデミック。そんな日々が続いておりましたパカニョではございましたが、パカニョは思い立つんですね。しからば金子を工面する方法を模索しようではないか。それでドスケベバーをやりながら仕事の斡旋のようなことも始めたと。そういう了見のようでやんすね。ほいでもってこの斡旋する仕事というのが、日本へ行きましていちご農家として働けば月に17万ペソを稼ぐことができるんじゃけえのというものでありんした。このようなことを周りにね、パカニョは言うておったんでやんすね。まあ、月に17万ペソと言いますと、これ大金でございましょう。だもんでもんで、たくさんの人たちがこの話に興味を持ったと、そういう寸法でごんすね。だがしかーし、これには手数料のものがかかりやすとパカニョは言うんでやんすね。まあ興味を持ちました人は聞きます。してその手数料とはいかほどとなとね。押したらばアグネス・パカニョは、いやなんね、停止したことはございませんよ。たったの3万ペソを払うだけなんでやんすよ。
たったの3万ペソを支払えば毎月17万ペソがあなた様の懐へ潜り込んでくると、これは良か話につきまして、早く応募することをお勧めいたしますよ。いや、ここだけの話ね、早くしないと他の人に取られてしまいますよってにね。これを聞いた人たちは、確かに3万ペソ払うだけで毎月17万ペソが懐へ入り込んでくる、これは良か話じゃ、バッテン決めた。おいどんは3万ペソ耳揃えてきっちりと払いやしよ、持ってけ泥棒と、その金子3万ペソをね払ったんでやんすね。アグネス・パカニョは他の人たちにも同じようなことを言いながら、たくさんの人から3万ペソをもらい受けておったんでありんした。中にはこの3万ペソも用意ができないという人たちもおりました。ゆえにパカニョは借金をさせてまでその金を工面させておる始末。流すかーす。名探偵ぞろいの皆々様におかれましては、すでにお気づきのことでございましょう。そう、そないなうまか話は存在などしなかったのでありんす。何も経験なき者が農家として働き始めて月に17万ペソならば日本円で38万円ほどになります。そなにもらえるんならわしがもんげー生きたかという視聴者さんもいてはるんではなかろうか。まあこれは詐欺やったと、まあ俗に言うゴマの生えというやつでやんすね。まあパカにはドスケベバーの経営もうまくいきませんゆえに落ちるとこまで落ちておったと、そういう了見でありんすね。したっけね、ドサンコ行さんの被害者が警察へ駆け込みまして、パカには見事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 ご用だと相なりまして候。ほいでもね、パカにはこれはなんかの誤解じゃ、わしゃほんまに仕事の斡旋をやっとったんじゃ、信じてくれいと容疑を否認はしょるんでゴンスケンどもね。ほいでもって現在のメトロマリナの規制っちゅうのはなんでやんすか。そう、アラートレベル2でやんすね。ほいでもって3月からはアラートレベル1になるんじゃないかという噂がまことしやかに囁かれておるんでやんすけんどもね。メトロマリナの市長たちのミーティングで全会一致で3月1日からはアラートレベルにしてもよかばってんという結論に至ったようでやんす。したっけね、もしかすれば3月からはメトロマリナの規制がアラートレベル1になる可能性はなまら高いと、そういう寸法のようですね。まあさらには念のために現在の規制っちゅうのは困難度数へ。ほんでもってオクタリサーチのアナウンスメントによりますと、 NCR はギャンギャンと良き方向へ向かっておると。例えばアタックレートは 2.75、 リプロダクションナンバー 0.20、 入院率 25%、 ポジティブレート 4% と、ここまで全ての数字が下がっておるようでございますよ。ポジティブレートもね、昨日は確か 4.9% でやんしたが、今日には 4% まで下がっております境にね。まあフィリピン全体で見た時に現在ね、ちょっぴり危険かなというのがプエルトプリンセサみたいですね。とは言いましても知れておりますよってにね。まあ例えばプエルトプリンセサはアタックレート 3.21、 リプロダクションナンバー 0.42、入院率 33%、 ほいでポジティブレート 39% と、なと。まあポジティブレートが現在一ちゃん高いのがこのプエルトプリンセサでおますわね。まあ、全体図は困難度数へ。ほんでもって僕が住みますこのケソンシティでやんすけんどもね、パンカブハヤン QC プログラムっていうのがあるんですね。このプログラムがどういったものかと申しますとね、困っておる人たちに食べ物とかお金とか、まあそういった支援をするプログラムのようなんでおますね。ほいでもって2月19日に QC に住む人たちを対象にしまして、858人の人たちがこのプログラムの支援を受けたようでやんすね。この支援を受けられる人たちというのは、このパンデミックで仕事を失っておる人たちが対象になっておるようでやんす。
まあ858人どころではない人たちが支援を必要としてはおるでしょうが、QC にできることにも限りがありますよってにね。まあ千代の富士でいうところの体力の限界なんでございますよ。これでもってパサイシティでは小学生とか、まあ、高校生なんかを対象にしまして、お金の支援をやっちゅうようでやんすね。まあこれが2月21日から数日にわたって行われておったようで、合計で 13,390 人の学生に 4,000 ペソずつを配っておったようなんで、おま。まあほいってもね、実際のところこれもね、もっと早くに配る予定やったようなんでやんすがね、ほら、あいつのせいで遅れておったようでやんすよ。え、あいつって誰？それはもちろん、オミクロンでやんすよ。あいつもね、猛威がついこの間までどてなかったでございましょう。まあ今となりましては、ああ、そないなこともありもうしたなっていう具合ではございますけんどもね。ほいでもって、セブシティでございますけんどもね、去年の12月にどてらい台風オデットっちゅうのがね、セントラルビサヤを襲いましたでしょう。今もまだね、田舎の方では復興作業中なんでおますね。これで観光省のアナウンスメントによりますると、どてらいほどの観光産業からの収入が失われたと。言うちょりますね。したっけ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 。台風オデットの影響にて失われた観光収入というのは一体全体何歩ほどになるんでございましょうか。これがニャ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 ンとセントラルビサヤ全体って33億ペソにも上ると、そういう寸法のようでやんすね。これで500の企業から2367人の人たちがクビになりましあげまして、そろほいでもって、これがセブー州ならば25億ペソと、でボホール4億3300万ペソ、ネグロスオキシデンタル4億2800万ペソで、シキホールに至りましては現在調査中と、そういう寸法のようでやんすね。ほいでもって、昨日の2月23日の感染者数でやんすが1019人ですね。まあ、ドサンコヘッチューと。まあ、これは良き傾向でございましょう。これがね、NCR の町別となりますると、QC41 人、マニラ29人、マカティ26人、パラニア家18人でやんすね。まあ、ドテラクヘッチューでおりますでしょう。まあ、その他は、こんなんどす、ほいでもって、これが、州別となりますると、NCR209 人、セブ70人、カビテ63人、いろいろ48人、ミサミスオリエンタル43人ですね。まあ、その他は、こんなんどす、まあ、そういえばね、タイではマンダマンダモンゲーほどにニューケースを出しておりますね。昨日ね、21,232 にも出し中ようでありんすからね。こんなんどっす、まあ、これでフィリピンの方に話オーバー戻しまして、すべての合計は3,654,284人ですね。2,988 人が回復をしまして、13人が亡くなっておると。これで現在のアクティブケースは 56,668 人だって。アクティブケースの方も順調に減っちょると。こんなんどすよと。ではここで喉を潤しましょう。今日はちょっとぬるくなったコーヒーでやんすね。あ、実はね、昨日ので僕今日テレビ出ますよって言ったでしょ。 N スタ出ますよって言いましたでしょ。実はあれ嘘です。嘘というか間違えてました。朝のザ・タイムの方でした。 N スタって夕方ですよね。夕方なんじゃなくて朝なんです。したっけもう終わっちゃおります。
いやー、まあ、でもね、三権理事長の方が録画をしときますって言うてくれておるので、まあ、また後日、どんな感じなんかっちゅうのね、紹介しようかなっち、おもちょるよ。皆皆様におかれましても、見たかばってんどすえでごぜえましよ。ほんでもって、皆しゃんは、漫画っちゅうのはお読みになりまするか？まあ、僕なんかはね、以前はなまら好きでやんしたが、最近はね、あんまり読まなくなってきてしまっておる所存でございますわね。まあ、進撃の巨人もね、漫画の方はもうね、すっかりと終わってしまいましたしね。まあ、今唯一読んじょるんが、ブルージャイアントでやんすね。しっちょりやすか？ブルージャイアントをね、読んじょりますと、まあ、大のね、あまりの暑さにこちらまでもが暑くなってきますわね。やーらええ漫画だ。まあ、ジャズのね、漫画なんでやんすけんどもね。まあ、ほいでもね、僕はジャズにね、全く興味がなかったんですね。まあ、ほいでもね、ブルージャイアントに関しては、ジャズに興味があるとかないとか、関係ないんで、おま。まあ、スラムダンクみたいなもんですね。まあ、バスケットボールに興味なくても、スラムダンクって読めますでしょう。まあ、ほいでもって枕はここまででございますよ。それでは本題に入ろうかなち思いちょります。みなみなしゃまはフィリピン最古の漫画っちゅうのをご存知でございましょうか？それはね、1889年に出版がされておりまして、ザ・モンキー&タートルっていうんですね。まあ、1889年ちゅうことで、なまら古かバッテンドスエでございましょう。さてさて、ここらで問題といきやしょうか。この1889年に出版をされましたザ・モンキー&タートル、まあ、俗に言う猿と亀でありんすけんどもね、これを書いたのは一体全体誰でしょうというのが今回の問題だ。これは意外と知っちゅう人も多いはず。さあ答えておくんなまし。正解は、そう、あのホセリサールなんですね。にゃんと、あのホセリサールがフィリピン最古の漫画を描いておったようでやんすよ。意外と皆々様が知っちょる人でやんしたでごぜえまーしよ。チャンネル登録、グッドボタン、お頼もうします。それでは、お時間でございます。